てお菓子をいただいた、先日ねちょっと修理依頼をしてあげた人で、いらない時計があるということでこの2本もらいました。あとお土産付き、エーモンチだけ大阪のお菓子だそうです。あれめちゃうまかったな。だから栗が入ってんの、栗じゃねえや、芋か、違うわ、豆だ。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。では何でしょう。あらららら、なんかこれいらないの、なんかすげえじゃん。あらららら、小さいね。あらららら、めっちゃいいじゃん。これはね、動いてます。動いてるね。これめちゃくちゃいいじゃん。おいおいおい、これはもしかしていいの入ってんじゃねえか。あらら、絵竹が入ってるわ。これこいつはね、絵竹が入ってます。いいのかね、いいのか。これはね、いいぞ、いいのが入ってるぞ。こっから、開けやすい、なんでございましょう。開けやすい、なんでございましょう。開けてみましょう。硬いな、またな、硬いな。ヘタが入ってますわ。いいのかこれ。え、これいらないんだよな。いらないんだろ。ほら、2024か。2836だよな。デートジャストだから。2834。ヘタが入ってました。いいのかな。いやー、ありがたい。これは本当にありがたいね。長持ちするね、これは。またよーし、ではもう一本、これはじゃあ洗浄するということで、このところ、まあ、何も外れんからこのままやろうかな。曇りがあるね、若干の曇りがあります。ST6 かな。曇りがあります。前田感じ、結構ガリガリ感が結構強めなので、おそらく、おそらく俺の予想では ST6。 さあどうだ、当たるか。サイズ的に ST6。 なんだこれ、ST6 じゃん。 ST6 でしょこれ。そう、表側がね結構曇ってんだよね。曇りがありだから動いてないな。動いて、うん、なんか硬い、妙に引っかかりが妙にあるな。これは不具合ありやな。こっちとら不具合ありだ。
なんか結構固めだな。機械的に固めな感じがする。不具合ありだ。ダメだこれは、あれって、プリウスが珍しい。難しいの。もしもし。動かないの。帰ってきてからそれバッテリー外して、もうバッテリー前のかも。昨日だってもう動いてたんでしょ。多分もう昨日も動いてるってことは多分もうバッテリーダメだよ。プリウスバッテリー上がることまずないから。そうそう、プリウスのバッテリー上がりよりもこちらですね。この動かなかったもの、動かなかったこのデイトジャストかな。これをまあ次回オーバーホールしてみようかなと思います。ST6 ですので。で、このもらったエタムーブメントが入っていたのはフル洗浄して綺麗にして取っておきます。いただいた、またいただきました。ありがとうございます。これはまあ以前にあの調整以来ですね、まあ当たり個体って言われているその何十数年前のコピーをまあちょっと見てくれっていうことで、でまあ最後オイルだけ挿してお返ししたんですけど、その方があのくれました。いらないってことで1個エタが入ってましたね。あれはエタが入ってました。でもう一本の方は ST6 かな。リリースの小さい方、これは不動でした。うん、ありがたい、本当にありがたいね。エタの方は、エタが入ってたあれはあの綺麗にしてフル洗浄かけてまたコレクションボックスにしまったね。コレクションボックスあるんですよ、ちゃんとね。コレクションボックスがあってそこにバーッとこう並べてそこから使ってるんですけどね。でこちらですね、 ST6 不動の方です。うん、これまたね、なかなか変わってて、これは何、オイスターパーペチュアルデイトジャスト。レディースサイズかな、小さいんですけどね。うん、小さいですけど、不動で。これね、ST6 だから、ちょっとね、オーバーホールしてみたいなと思ってます。まあ、ST6 はバラしたことはないので、ちょっとこれを機に、ちょっとやってみます。だから次回、これオーバーホールして、果たして動くのかどうか。をやってみます。小さいですからね、ST6、まあ、小さいんで、あまりこう、なんていうのかな、難しそうな雰囲気はありますけど、まあ、特段そんな、なんていうのかな、難しいこともなさそうですからね、ちょっとチャレンジしましょう。果たしてこれで、まあ、ST6 の中華製ですから、きちんと動かせることができるのかっていうのもね、やっていきたいと思います。果たして動くのか。オーバーホールで動くのか、中華製はオーバーホールで動くのかをね、試してみたいと思います。いやー、ありがたい。こっちね、やっぱりジャンクでも本当にね、ジャンク復活が好きなもので、本当にできないものもあります。うん。誤飲した。年だから。何の話したっけ？ジャンク復活。ジャンク復活が、まあ好きですから、本当にできないものもあります。本当に復活させれないものもありますけど、このジャンクをこの復活させた時の喜びってね、ものすごくいいんですよ。だから俺ジャンク復活が好きなんですけどね、まあ、買った方が安い場合も当然あります。当然まあほぼそっちの方が安いでしょう。普通に中古を探して、まあなんかこう中古を探してね、それを買った方が安い場合がほとんどですけど、そうじゃないんですよ。買った方が安いとかそうじゃないんだよね。まあ自己満足ですから買った方が安いとかそういう問題じゃない。そこを目指してないんですよ。買った方が安いとかそういうのを目指してないから、
わかりますよね。わかる方はわかると思うんですが、そこじゃないのよ。買った方が安いとかじゃないの。自分で直したことに意味があるというか、自分で復活させたことに意味があるというか、そこはまあ自己満足ですから、まあ、それぞれがね、それぞれの意見がね、やっぱりありますから、買った方がいいっていう人もいますし、自分で直した方がいいっていう人もいますから、俺はそれが好きなんですよね。ジャンク復活が好きなんです。で、まあせっかくいただいたもんなんで、結構ね、こういったジャンクはね、極力直したりとかします。どんなものでも、本当にね、コピーもいろいろいただきます。結構直します。うん、そのやっぱりコピーとしてあんまり良くないものとかもあるんですが、そういうのもね、直すんですよ。ちゃんと直して、時計としてこう残しておくっていうか。だからコピーもいろいろあってさ、並べるとまあ面白いんですよ。これはあんま良くねえなっていうのもありますし、これはいいなっていうのもありますし、当然ね、直してるうちに壊すのもいっぱいあります。いっぱいあります。直らなかったものもいっぱいあります。壊しちゃったものもいっぱいあります。そういうのはね、まあ仕方ないんだよね。勉強だと思ってますから。まあ復活できるものは極力復活させてあげたいなと思って、うん、今回もね、次回ではこの小さいこの ST ロックをオーバーホールして果たして動くのかどうか、いただいたこれをね、やってみましょう。ということで、またいただきましてありがとうございます。また動画にこれをオーバーホールして綺麗にして動くのかどうかやってみましょう。週刊制だからまだわかんないですけどね、うん、どれぐらい復活できるのか、まあ、ST6 もそんなまあ高価なねムーブメントではないので、あまりオーバースホールする人もいないと思いますが、俺結構まあ自分で使うものとか、この依頼品じゃないものをいただいたものとか、そういうのはね、意外とオーバーホールします。2813もオーバーホールするぐらいですからね。それでまあ使えるのであれば使うっていう感じで、まあでも2813は結構変えちゃうかな。最近は変えちゃいますけど、24時間系とかついてる2813もあるんですよ。ああいったものはちょっとオーバーホールして使ったりしてます。普通の2813はまあ変えちゃったりしますけどね。では次回 ST6、 こいつ動くといいな、やってみましょう。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。次回なんか言うことあるね。あ、そうそう、SNS のフォローもよろしく。あんまりやってねえな、最近。あんまりやってねえ。うん。やっぱあれだね、ダメだね。ちょっと毎日更新するようにしますから。SNS のフォローもよろしくお願いします。ということで、本日もご視聴。次回は、オーバーホールチャレンジしますね。楽しみにしておいてください。